もうだって俺軟式に軟式に慣れちゃってるからさ最近も投げてんすか。軟式に投げてるよ。あ、そうなんすか。軟式に慣れると硬式が抜けちゃうんだよね。そうだろ、軟式おかしいよね。いいな、工藤さんの投げ方いいよね、やっぱり。なんでいいね。左足の入る時は工藤さんなんですよ、これが。やっぱりね、これがポーンって入れてなんか簡単そうに投げる。あのね、これじゃないとね、自分のリズムが取れないんだ。やっぱあれですね、この右肩入って、もう何ですかね、これ綺麗にできてますよね。これちゃんとこうパーンと入って、ここがシュッと入ってそうそう、そのイメージだよ ね工藤さんのイメージ、右足がピョンと伸びるっていう、ね、これがポーンってもう、これよう見たわよう見たわって言うけど、よう打たれたわ。いや全然打てないですよ。この前岩瀬さんが出てくれた時に、おリリースは頭の後ろぐらいのイメージだったんですよ。それ感覚ありますないよよかった。いやでも香取さんも後ろって言ってました、リリース。はい、なんかこの辺でもうハマったらいいから、あんまり前で投げると考えないと。香取さんと、あ、もうそれはね、喫茶と体幹が出来上がってるからだよ。もうある程度出来上がった人なら言えるってことだった。出来上がって、もうその動き、こっちさえ動けば勝手に腕で何かするっていうのはないから。あ、そうですね。だからもう、あ、パッとここまで来れば、あとはピュッて投げれば勝手に行ってくれるっていう。もうこの辺でもう、そうそうそう、もう完了してるって感じ。完了する。あんまり手であんまり前やるとかないとか言ってます。そう。でもなんか香取さんと綺麗にビヨーン投げてるように見えるのに、あ、いや前なんか投げてないよ、もうこの辺で。だって香取さん3球でできるんだよ、そうですよね。なんかあの忘れもし、東京ドームで忘れもしないな、はい、すぐ交代したらな、もうその後最後まで投げた。そう、香取さんがすぐその後全部投げた3球でいいんだもん。そう、その時に香取さんがもうブルペンにいたってことですよね。じゃあね、いや違う、いないんだよ。いないですか、うん、もうすぐ行けって感じで。そう、そしたらどのぐらいできるっつってパッパッと投げたら、あ、行きますって言ったんだあの人すごかったね、そこは。ね、あの時は香取さんむちゃくちゃすごかったです。すごいな、これこのグローブ取りやすそう。最初でもさ、うん、これ指出すもの広岡さんダメでさ、ああそう、ボールの芯でしっかり取りなさいっていうことですよ。パチ。そう、こうやってこうやってやってんだけど、いなくなったらすっとこないでもあんまり中入れると逆に中が浮いてきて、ちょっと出してるぐらいがちょうどいいんです。取りやすくてないですか。今なんかもうこっちに日本だよ。内野手も普通、外野手そうですよね。それは痛いからですか。いや、ここがね、ちょうどこのいわゆるここのこのここで取るんです。ちょっと深くなるから、そう。ここで取るんで、外野手はもう本当だからこんな感じですね、イメージ。こんな感じで取るんですよ、こうやって。クラブ長いからこっちに重心があると取れないんですよ。ペタッと落としちゃうんで、こう、もうこういう感じで取るんですけど、内野手はあんまりいないですよね。でもこうやってる人がいるんですか。源田なんか、ああ、今年の途中からこうしたよ、ちょっとポロポロっとしてからあいつ悩んじゃってね。でもあんだけ人工芝多かったら取ればアウトにできるから、うん、あいつはもうどこでも取ればもう送球はもう間違いない。足早いしね、肩もいいし、踊るように。特に三遊間取られた時に、あーって思う。取っちゃったよまあでも今宮もそういうとこあるじゃないですか。もういや、あいつはほらどっちかってグーッベランって投げるじゃん。工藤さんショートで一番うまいなっていう歴代で言うと誰ですか。今まで見た経験の中で言えば奈良原かな、ショート。ああ、奈良原。あいつも辻さんと同じで見えないとこからピュッて言ってあの奈良原と小坂とか忍者系ですよね。忍者系シュッと入っていって、いや辻さんも忍者系だよ、うん、辻さんも見えないとこからピュッて出て、あ、いた。香取さんが言ってた、やっぱこれじゃあ、まあ、西武勝つよってジャイアンツなんかみんな抜けていった、うん、辻さんがもうショート歴代ナンバーワン。ああ、うちのそこらへんよ、うん、宮本慎也をしかり、小坂、奈良原、源田。源田もいいですね。源田もうまいですね。うまい。昔で言うとあの大橋さんとかいいじゃん。大橋さん鉄砲型っていうイメージありますけどね。阪急とか、あの人が芝生の切れ目を後ろにしたんだろ。そうなんですか。あの人肩が強いからなあ、コーチ、俺1年目コーチ、そうめっちゃ元気だったですよね。そう、大橋さんめちゃくちゃ元気なんですよ。バッピーなけどもビューンな、飼ってる犬が逃げちゃうってやつ。そうなる。飼い犬が、大橋さんが散歩、犬を散歩毎日するけど走ってきてもついていけないから、犬がついてこられなくて、途中で犬が行きたくなくなったら散歩に行かないって言い出して、まあ、ゴールデングラブ取った。ありますよ、3回、ね、取ったよな。すごい。
いや、なんですごいのよ。いやいや、でもうまいやつはうまいよな。涌井なんかうまいもんな。いや、うまいっすよ本当に、はい、やっぱりうまいやつはグラブ動かない。あ、内野手も余分な動きない。あの子も投げた時にこう待ってるやつが、そう、ね、そして来たらさ、ヒュッて取るじゃん体を逃がす距離感を保てるっていうところがやっぱり全然違うやん。もう俺たちみたいなやつはもう やらないとうまくならないやつはもうほんと広岡さんにうまくしてもらったのが大丈夫もう投げ方が一番打球処理は左右しますか。うまいピッチャーって、そう、守備のうまいピッチャーはもうほんまにこうやって投げたら、そうそうそう、こんな感じで、はい、やっぱりどうしてもこう投げ終わってこう、ね、左ピッチャーだったらサードに行きやすいとか、ね、外国人に多いんですけど投げたらこっち行っちゃったりするじゃないですか。こっちから空きじゃないですか。だからよくセーフティーやれって言ってましたもんね、うん、ピッチャーってここ意識しておかなきゃダメなんじゃないの。まずここに来るってある程度、いや今あんまりねそこをね意識してる人がいないんですよ。だからこの強いも遅いもあるだろう。どっちかっていうとこっちから上はねグローブで反応できるんですけど、うんうん、こっから下がねグローブで反応できないん で、うんうん、で下に当たるケースが多いんですよ、うんうん、下に当たって下に当たったケースでこう投げられないっていうケースが、うん、まあそれはだからピッチャーの足元って結構飛ぶんですよ。特にアウトサイド投げた球ってピッチャーの足元飛びやすいんですよ。だから右ピッチャー、例えばシュートピッチャーが左バッターで外にシュート投げたらもちろんレフトもあるんだけど、引っ掛け気味に打ったら大体ピッチャーの足も飛ぶんですよ。一二塁間じゃなくて真ん中で一二塁間ですけど、だからこうやってこっちに投げてもうこうやってマダックスみたいに待ってるやつがいるんですよ、もうここに、うん、そういうピッチャーも特にシュート投げたり、まあ、左ピッチャーでも右バッターの外にこう投げるともう自分のところ山本昌とかでもこうやって投げたらこうやって待ってますからね、こうやって。まあ剛球とかね、思いっきり投げるピッチャーとかはやっぱりこうね、反動でこっちにこうなってケツにボーン当たる姿たまにいるぐらいだから。でそれはもう工夫のしようがないんですか。いや工夫のしようはあるんですけど、その人の形をわざわざ変えてまで守備意識ろって言ってもある程度言い続ければ多少変わるんですよ、うん、でも変えなさいっていう言い方はできないんですよ、うん、そうだな、そう投げるっていうことが、まあ、大事だっていうのもあるんですよ。いや何回も当たってるんですよ足に、はあ、だから言うんで、はあ、だ少しはこう投げた後の形とかちょっと考えたらどうだって言ってて、いや考えてはいるんですよってあそうかって、いや考えてない時に当たるんですって言うからまあそうだなとずっと考えるわけにはいかないわけですよ。ただ目線を切ってほしくないっていうだけです僕は。目線を切ると危ないので、はあ、目線がまだちゃんと残ってれば来てもある程度こう瞬間的でもこうパッてこう力入れたりとかプッてこう逃がしたりできるじゃないですか。そうするとやっぱりその当たった衝撃ってやっぱかなり和らぐんで、たとえその日投げられなかったとしても次の登板まで影響がないっていう。どれぐらいそのグローブに自分のゴロの処理しやすいとって考えて作ったりして、ゴロを処理するためにグローブは作らないです ね、 そうですよね基本的には緩いボールって自分で取りに行けるじゃないですか。だから僕が気にしてるのは速いライナーとかっていうのがパーンって弾かれたりとか、弾かれる時に普通のグローブだとそれよりも野手が取るスピードよりもピッチャーまでの距離が短いので手首がこうギュンって持ってかれるんですよ。だからそれでグローブがポーンってこう弾かれちゃうんですよ。だからもうベルトでガチガチに固めて強い打球が来ても自分のグローブが負けないようにたったそれだけです。このベルトって工藤さんモデルですか。僕はこうしてもらいました。まあでもそれは緩んだらすぐに締めてもらいました、うん、確かに僕らは自分たちでやりますけど、はあ、そこ大事よね、うん、この締まり具合は本当大事、はあ、でこれベルトにしてもらったのはこれで締めると締めすぎてって良くないんですよ、うんうんですね、だからこれで調整できる、まあ、手のちょうど入るとこってあるんですよね。そう入るところ、辻さんもその浅く握るとこれもこれでここにピタッと来てくれたら一番いいですもんね、うん、いろいろ苦労するんですよ。苦労するんですよ、これやっぱね、職人もね、もう皆さん思ってるより俺たちちゃんとしてんだから、はい、本当にライナーをいかに後ろに反らさないようにするか、へえ、あとはボールをいかに見せないようにするか、まあ で、 でかくない、こんな、はい、こんなもんです。隠すのが大事なので、あ、そうだよな、はい、やっぱりこの握りとか、ね、だからこういう今最近空いてないそうですよね、やつが多いのはやっぱりこう見られないようにっていうか、ね、うん、手首の形も含めてそうですけど、そうですね、あんまりね実際にはそんなにちょっと相手では見えないですけどね、見えないけど手首は見えますけどね、はい、ここは見えますけど、そう、そう、僕らはだってグローブよりももうボールだね、もう握った感触って
今日の良し悪しが分かるっていうぐらい。昔はだから球団によってねボール違ったから、やっぱり水野は吸い付くとか、いろいろ川がいいとかね、こう、はい、いやだから次の球場で投げるっていうのがビジターで、はいはいはい、違うボールだって言ったら、はい、必ずピッチングするときはそのレース。ああ、そうですか。やっぱり分けて練習するんですか。もう分けて。だから球場が狭い球場は飛ばないボール使うんですよ。けどその代わり飛ばないからまあ大体ホームラン数が合うっていうかね、うん、でちょっと広い球場とか水野の人が固めるのでパーン、あとこれで入んのみたいな。ちなみに路地もなんか違うよ。あ、多少は違いますよ。いろいろ例えばあの中 の, あのこうポン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 ってやると煙出るじゃないですか、うん、もう早くなくなっちゃうのは結構ありますね。確かにありますね、はい、全然違いますね。バッターのあのシューっていうのは気にするよ、うん、このメーカーを使うやつとね。あ、いますメーカーによって。今は結構分けてる。うちはネクストバッターサークルでも 何個しか置けないとかなるから、はい、そういうの両方くっつけてテープで巻いてそ, うそうそう個数か限られてるから、個数限られてるんで、アイテムが3つぐらいしか置けないでしょ。そうそう、あのキャッチャーフライとかぶつかったりする時にもそういうものいっぱい置いたらダメだよっていう。そう、はい、だから1個2個になっちゃうから違うメーカーネクストバッターで。それは単純に危ないからっていう理由よ。あのでもそうやってね、あのもうそのこれもスプレーもこっちじゃなきゃ嫌だってやつがいたらいるんで。だからネクストバッターサークルでチューってやらないでベンチから出ていくときにシューってやっていくのよ。でシューってベンチのところでやるから全部かかってくるんだよこっちに。まあ、外でやれっつって。すごいのいるよな。打ちにくいやろいうぐらい。すごいっすよ。バットから離れないんですか。あれいますよね。